おはようございます。帰ってきました。おうち。ちょっとお水持ってくる。昨日とかもうずーっと寝てたのにもう疲れ取れなくて、もう年かしだね。旅行帰ってきて疲れるっつうのも。ただ遠いんだよね、あの草津ってね。こっから5時間ぐらいかかるんで、帰りも渋滞に巻き込まれてみたいな。一番山ちゃんがね、疲れてると思うけど、運転だからさ。で、山ちゃんは何時間運転してたのよって話だよね。トータル。間も入れて10時間以上運転してたんじゃないの？結構大変だよね。日帰りだと、やっぱ運転手は大変だよな。いや、これがまた2泊とかだったらね、あれなんだけど、そうなんだよね。なんだい？朝からガチャ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 うるさいの。何がメンシプがどうなのよ。途中でメンシプがどうのこうのって何？そういう緊急事態メンシプにやるよっつってるんだよ。それを聞いてないだけでしょ。途中で緊急事態起きた時メンシプにするよってもう約束してるからね、定常放送でも。緊急事態だったんで、土曜日ね。見たい人は入ってください。500円払って。だって緊急事態だから、メンシプに変えたら全然ね、普通に放送ができたの。できましたよ。何も問題なくできたから。ただオープンにするとできなくなっちゃうんでね。だからメンシプに私は切り替えたの。楽しくやりたい。しょうがないね。だって緊急事態なんだから。電話がバンバンなってさ、邪魔されるんだからさ。そうっすよ。じゃあどうするべ？それで無理やりさ、続行してね、また警察呼ばれたりとかすんだかな。それだったら元も子もないでしょ？ね。とんでもなくね、電話鳴ってたからね。あの日。私、スキー場のブランコに乗りたかったんだけど、もともとは撮影できるんですよ。あそこ。で、事前に私もね、電話で確認してんだよね。ライブ配信の。できるかどうかって。もともとはできんだけど、もう電話が鳴っちゃってて、まあ電話がたくさん鳴りすぎてね、それでやめてくださいになったんだよね。普通に YouTube の撮影とかもさ、あそこやってるとこだしさ。まあでもそう言われちゃったらしゃあないよね、わざわざ。だから相当尋常じゃなくなったんじゃないの、電話が。ねえ。だって店員さんの言い方ってそうだったでしょ。電話が鳴ってるんでやめてくださいって言ってたでしょ。それが、もうその言葉でしょ。電話をやめてくださいって言ってたの。でも、電話を止めることできない。やめてって私電話するのやめてって言っても、止まんなかったじゃん。じゃあ無理ですよねっていう話になったんだよね。電話が鳴っちゃう。だから電話が鳴んなきゃ普通にできたんだよ。ただもうしょうがないじゃん。それでね、もうやめてくださいって言われてわざわざ言ってもさ、しょうがないでしょ。だからまあ違うとこに行こうっていう感じ。だからメンシップに切り替えて普通に安全なところに行ってやったって感じかな。それはあなたたちは別にガチャガチャ言う必要ないんだよね。もう当たり前のことだし、それはね。そうなのよ。当たり前でね、毎回起きることなんだから、そんなのってさ、できたらラッキー、できなかったらじゃあ違うのやろうって感じ、私としてはね。あなたたちが別にイライラしたりとか、怒ったりする必要ないんだよね、別にね。見れなかったら見れなかったで、いいじゃんだってさ、そんなんさ。別にブランコなんてね、どこでも取れんなさ。メンシップもそんな増えてない。50人ぐらいしか増えてない。だから他の配信者の名前を出すけど、他の配信者は電話されないの、そんなにしつこく。わかる？許可取ってても、電話がなんないから普通にできるわけよ。うちは異常なの、なり方がね。ね、営業ができないぐらい、そう、規模が違うの。電話をする人の数もね。ね、何十人って人が一斉にかけたら営業もできないわけよ。で、許可取ってても、ね、じゃあやめてくださいってね、業務ができなくなるんでって。ずーっと電話の対応しなきゃいけないでしょ。そのために業務を止めてね、私たちのためにやってくれるかっつったら普段の営業があんだからさ、他のお客さんとかさ。無理だよね。まあそういうこと。それで毎回毎回騒いでたらみんなが面白がってるってことになるわけよ。それ何回も言ってるし、みんなが騒げばやまないの。あなたたちの責任でもあるんだよ。それをもう、じゃあ次行きましょうって切り替えていかないと、騒げば騒ぐほど面白がって電話するからね。私に対しての嫌がらせとかじゃないんだよ、ああいうの。わかる？みんなの反応が面白いからやってるだけなの。その反応をしなくなれば、私は少なくなると思うんだけどね。実際少なくなる時もあんだよ。多くなる時も。そういう時ってどういう時かっていうと、みんなが反応してない時。反応すればするほどその日はひどくなるの。面白がってね。うん。じゃあ、リスナーさんが悪いとこじゃないけど、だってもともとできるとこだからね、あそこね。じゃあ、電話かける方が悪くないんだって。ねえ、撮影とかダメとは言ってないんだよ。電話が鳴ってるからダメって言ってんじゃん。電話をかける人が悪くないっつうの。そうなの。事前に確認してる私は。確認してなきゃいかないでしょ？ただ、電話が鳴っちゃった時はしょうがないよねってああいう風に言われちゃったらもう諦めるしかないじゃん。だから私もね、ちょっと諦めなかったのね。山ちゃんにこれ聞いてきてこれ聞いてきてってさ。ただ電話が鳴んなかったらダメだったんだよ。うん。そうだよ。うん。確認と許可取りは違うよね。じゃあ、アキラちゃんやってくれる？ねえ、あんたらが取れるんだったらやればいいじゃん。じゃあ、あっちが OK って言ったら OK なんじゃないの？やめてくださいって言ったらやめてくださいなんじゃないの？そのね、時と場合にもよるんだよね。うん。なんも知らないけど。あなたたち素人でしょ？私たちは毎回そういうのやってんだよ。時と場合による。だから私が最近外配信をやんない理由もそうよ。ちゃんとやってても、そういう風に邪魔されるから、ね、なるべく少なくお家にできることを探してるわけよ。ただああいう旅行の時はね、やっぱり寄りたいじゃん。そういうのは全部調べていってんだけど、邪魔されるからしゃあないよねって話よ。うん。そうでしょ？うん。その時の状況の、じゃあどうやって電話を止めりゃいいのよ。電話を止めてください。止めた、ね、電話がなんなきゃいいって話じゃん。じゃあどうやって電話線を私が抜けばいいの？ね、無理でしょ、もう。藤見ちゃんっていう名前を出してる藤見ちゃんと私では違うの。わかりますか？状況が違うし、規模も違うの。藤見先生のとこなんないのよ。なぜかわかる？怖いからよ。本当に怒ると怖いからね。そういう電話してる人は、ね、やっぱ面白がってるとっていうのはあるよね。真面目な人にはやんないじゃん。わかる？かけられる人とかけられないの違い。邪魔される、邪魔されないの違い。私とか反応が面白いんだ、多分ね。やる理由があるんだよ。やんない理由もあってね。それももう分かってんの、私も。だって聞いたこともないもんね、電話が鳴りやまなくて、中止とかさ。うちぐらいであんなしつこくかけんだから。うん。ねえ、ほんとだよね。その違いが分かんなきゃあなたたちが、ね、反応してるだけなんだよ。だからそれを面白がってるって私はやめなさいって言ってんじゃん。今だって見てんだよ。そうやってガチャガチャね、言い合いしてんの私と。うん。それが狙いなんだから、そういう人たちは。それを面白がってニヤニヤしてんの。あなたたちも向きになんないで、じゃあ次は、ね、見れたらいいなぐらいな感じで見とかないとね。うん。で、それでメンシプにね、入れないからってそこに当て付けしてるだけじゃん。みんな結局ね、メンシプに移動したから。じゃあ正直に言えばいいじゃん。金払って見たくないよと。ね、無料で見たいけど、ね、見れなかったから怒ってますってさ。そういうことでしょ。結局こんなにさ、ガチャガチャ言うのをね。本当だよ。ただしょうがないんだよね。メンシプに移動した方がゆっくり配信できるんでね。配信を中断するより続けた方がいいじゃん。セーフティーなところでさ。うん。聞きすぎて見苦しい。私はだって毎回だから別に何とも思ってんな。ダメかなって感じだよ。うん。じゃあメンシプに逃げるとか逃げないんじゃないよね。そこら辺って。ね、私たちの目的は配信ができることよ。続けること。途中で切りたくないのぶっちゃけね。そうじゃん。じゃあそうするためにはどうしたらいいかっていう最善の方法を見てるわけよ。ダメって言われたら次の場所を探すし、ね。それでも邪魔されそうだったらね、安全な、放送もできて、お金を払ってもらうけど、そっちでやった方がいいでしょ？うん。メンシプの中はあとすっごい平和だったよね。めちゃくちゃ楽しい放送してるから。ぶっちゃけ定時の放送より、もう全然面白い放送やってるからね。そうなんですよ。じゃあずーっとメンシプ放送しろよ。で、それをメンシプに変えたら今度文句言うんでしょ。メンシプばっかとかさ、定時放送の約束を守ったサポーターやめますなんてだからお茶ばく投げない。そういう風に嫌がらせをしてくるんでしょ、私に。ねえ、ちゃんと私はやってんじゃん。うん。ただ言いたいだけでしよったんだ。うるせえんだよな、祝日。やることないの？休みの日だけど。ねえ、休みの日にさ、そうやってさ、ガチャガチャ文句言っててさ、なんかやることないの？映画見に行ったりね、ご飯食べに行ったり、家族とさ、お話ししたり、休みの日ぐらいまでゆっくり寝ようかしらとかさ、ねえ、わざわざ7時に集まってこないでくれる？うざいかな。ね、結局、うん、ね、結局私のこと好きなんじゃんつって休みの日でさ、もうさ、ね、ぴったり7時に集まって文句言ってくんだから、うん。なんかあの旅行の後はね、なんか山登りしたりとかさ、いろいろ観光スポット行ったりとか、まあ面識見たい人は入って、こういうなんかさ、あ、これがブランコだったんだよね。これもやりたかったんだけど、まあ配信できないからしゃあないよね。うん。あとこういう山に行ったりとかさ、リフトでね。ここはなんか標高2500メートルぐらいあんのかな。こういうリフトでビューって上がるんだけど、そう、これ面識の中でやってんですよね。こう山ちゃんとさ、リフト乗ってね、こういう風に。で、結構ガタガタ言うんだよね。で、山ちゃん高いとこ怖いから、高所恐怖症なのかな、なんかその音がするたびにビビっててさ、怖ーっとこうやってさ、その声にビビるわけよ。その反応がこっちもびっくりするみたいな。心霊配信とかでもそうだよね。ウェーとかさ、なんとかって、小前くんとかもそうなんだけど、反応がね、マジでね、ビビるんで、こっち。毎回ね。で、山の上でさ、こうさ、ご飯とか食べれんだよね。ボルシチ食べてきた、私。なんかパンが有名なとこで、すごい混んでてさ、パンも売り切れてて、そう、このね、2000メートルのとこかな？そう、風景を見ながらこうやってね、ご飯が食べれんのよ。でもちょうどお昼時に行ったからさ、半分ぐらいが売り切れになってたのよ。あの人気メニュー、コーヒーとパンのセットとかさ。そう、安いやつとかね。で、高いやつは残ってたの。その2000円とか3000円のやつはさ、まあ、しょうがないなと思ってね、ボルシチはめっちゃ余ってて、ボルシチとパンと飲み物のセット2000円みたいな。うん。そうなんだよ。それこういう風景、山に登るとさ、こう感じ。すごい綺麗なんだよね。人気のスポットなんだよね、ここね。すごいね、風景良くて。まぁ、ちょっと曇りだったんだけど、みたいな。リフトでも上がれるし、山登りで、富士山みたいに山登りして上がってる人みたいな、おじいちゃんとかおばあちゃん。それね、頂上でご飯食べて、まぁ、下山するみたいなさ。ちょっと休憩してみたいなさ。うん。そうなのよ。なんかここになんかね、リスナーさんが急遽教えてくれたんだけど、めちゃくちゃよかった。なんだっけな、何山って言うんだっけな、ここ。山の名前がなんだっけな。白根山っていうとこか。うん。もうアキナうざい、ブロック、ほんとに、お前。はい、さようなら。もう目障り、この人。うざいんだよ、シャシャリ出て。うざくない、こいつ。嫌いなんだよ、私。うん。目立とうとするからさ。もう目に留まるわけ、目立つ。ここの枠で目立つ必要ないね。だったら自分で配信してって感じ。ね、私を利用するんじゃなくて、自分で配信すりゃいいや。自分が配信者になってね。うん。すごい目立つね、この人。邪魔。そしたら旅館とかもさ、めちゃくちゃ良かったんだよね。あそこの旅館ってさ、なんで行ったかっていうと、もともとね、養分伊藤くんの、なんだっけ、出産祝いのお返しで、そう、カタログギフト。こういうのをいただいて、その中で旅行があったの、今回行ったとこ。それで、あ、旅行とかいいよね、つってさ、カタログギフトから選んでね。うん。それで誰かパートナー、やっぱ2名様とかだからさ、カタログギフトってさ、じゃあ誰誘うかって話になって、いろんな候補がいたんだけど、結局山ちゃんが、誕生日近いかな、じゃあお誕生日プレゼントで一緒に旅行をプレゼントしたらどうかなって話をしてたんだよね。うん。それで山ちゃんを誘ったの。だから誕生日プレゼントだったわけよ。だからまあ、いい誕生日プレゼントだったんでね、山ちゃんもね、楽しかったって。まあ疲れたけどね、楽しかったって言ったし、うん。話聞いてる？聞いてないよね。ガチャガチャさん。全然聞いてないよね。もう休んでいい今日。みんな休みなんでしょ？私も休み欲しいよね。疲れてるからさ。うん。聞いてますか？聞いてなかったらいいんだけど。だから結局、ね、あなたたちのせいで禁煙も失敗しましたよ。土曜日の、そのね、許可取りがうんぬんって揉めてる時にもう私はイライラしてもう禁煙がストップした2日間我慢できたのに。もうそこかな、タバコ吸うようになっちゃってね。あの瞬間かな。じゃ、意志が弱いとこじゃないよね。協力的じゃないから、結局ね。みんなで一段となって禁煙しようというさ、そういうね、意志が弱かったんだよね。私の意志は強かったんだけど。それイライラして吸っちゃったんだよ、あのね。ゲレンデ、から離れるときさ、もう車の中で、もう無理だって、こんなイライラしたらタバコ吸っちゃおうみたいな感じでさ。もったいないよね。だってさ、2日間ね、我慢してたのに。2日だよ。2日できたら、もう3日目いけるわけよ。あそこで我慢できるかできないかで、私の人生が変わったよね、マジで。もう、一生禁煙できないかも、もう病院とか行かない限り、お薬とかさ、いろいろやり方があるんだけど、そうよ。でもさ、なんか久しぶりにね、アイコスを吸ってみたの。2日ぶりに。まずかったね。最初吸った時に、あ、まずいなと思って、もう半分も吸えなかったわけよね、まずすぎてね。それで2回目、3回目ってさ、やっぱ吸いたくなっちゃうね、1回吸うと。で、吸うと、だんだん美味しくなってくるわけよね。最初はまずいみたいな。だから体が慣れてくるんだろうね、そうやってね。でも、意志とかそういうもんじゃないんだろうね。一回吸っちゃったらもう終わりなんだよ、体自体。いや、意志とかじゃないんだよ。もう体の、なんていうの、脳みそのなんかあれなんだよね、分泌とかさ。だって2日我慢できて、1回吸っちゃっただけでダメになっちゃう。なんか体の反応でしょ、そこはさ。鳩って何鳩って。はい中村に電話しろ、なんでどういうことなんかあったの中村くんが。何を待ってんのもうめんどくさいなぁ。眉がいなくて2日目。全然私の話題なんかしてないじゃん。何も話題してないんだけど。いや、関係ないよね、眉ちゃんと私ね。彼氏募集オーディションなんてもう終わったじゃんだって結局。相当前でしょ。先週やったばっかでも。何の話だから禁煙か。禁煙はもうストップしました。普通に吸わしてもらいますね。かけてるって言うからもうしつこいんだけど、ほんとに朝かな。何も約束もしてないし、関係ないっつってんじゃん。しつこいんだけど。怒鳴りつけていい。関係ないんだけど何も。中村もうざいよね、ほんとね。そういうとこ嫌いなんだよ。名前出すなよ。嫌いだっつってんのに。出ないやん。出なくない？だいたいあっちから来るよね。中村、山田、あと誰？何？なんか、モンジュレさんなんかね、鳩が来て。はい。粗大ゴミのなんか手伝いしろって来たんだけど、そんなこと言ったの？言ってない。言ってないの？じゃあ今から素材ゴミの手伝いしに行こうか。いいです。じゃあ行くね。いいです。何時から行け？何時に行けばいい？来ないねっつっての。でもリフォーム完成したら来ていいよって言ったから。まだ完成してないじゃん。言ってるじゃん。だっていろんな人来てるじゃん。いろんな人って何？いろんな人、山ちゃんとか、狛江とか。狛江子なんて来てないよ、最近。まだ来てないの？山ちゃんは元から、なんつうの？待ち合わせでね。待ち合わせじゃなくて、なんていうんだ、その、約束してたかな。約束してたの？お誕生日のね、旅行に行くかなっていうの。でもなんか、素材ゴミで大変そうじゃない？ステーションまで行くんじゃないの？違う。え？外に出すだけ。ステーションまで送ろうか、俺が。車で。ステーション行けないの。だから、その日に行っても。なんでこれ電話させたの、俺に。させてないんだけど。え？こっちが邪魔されてんだけど、いきなり鳩が来て。でも俺もなんか電話しろって。モンジュリが今困ってるぞって。電話しなきゃいいじゃん、鳩なんか相手しないで。モンジュリが困ってるんだったら俺が出動しないから。困ってもないし、山田くんじゃないわ。なんだっけ？誰くんだっけ？中村くんの話も一切してないの。俺の名前すら忘れないで。それはひどくない？間違えちゃったの。似たり寄ったんだから。いいじゃん、今から手伝いに行くから。だから手伝いいらないことなんか自分分できんの？自分でやってるかな？自分でできるのそれ。大丈夫なの？人をさ、いるんだったら頼むでしょ？じゃあ俺に頼めばいいじゃん。じゃあ頼まないってことはいらないってことよ。あ、いらないってこと最初かな。なんでもんじゃりそんな俺に当たり強いの？じゃあ今日は特にイライラしてんの。なんで？なんかあったの？なんもないけど、そういう日なの。イライラしちゃってる日なの。女の子の日なの。あ、そういえばね、うん、もんじょりさん。何？ひよこんが、嫌いなの、私あの人嫌いっつってたでしょ？あ、じゃあ、家臣の弟がいるんだけど。家臣くんも嫌い。あ、家臣の弟。弟は連絡来たよ。来た？うん。どう思うの？家臣の弟は。どう思う？なんか、あれらしいよ。もんじゅりさんと付き合いたいみたいなこと言ってたよ。なんで？好きなの？私のこと。好きらしくて、どうやったらもんじゅりさんと付き合えるんですかねって俺にね、LINE 来たんだよ。それで DM が来たの？なんか DM 来たんだよ、私。うん、なんか来てるはずだと思うよ。だから送りなって、もんじゅりに。なんかね、相談っていうか助けてくれませんかみたいな。うんうん、だからそれから多分入りたいんでしょ？だからそこから多分恋愛に発展したいんじゃない？この文章だとなんかもう利用したい気満々なんだけど。恋愛っていう、好きなんて一言も書いてないけど。うん。だから入り方の問題じゃない、やっぱり。ちなみに、その人、あれなんだ、お金ないんだよ、また。じゃあ金目じゃん。金目というか、まあ、そのね、もんじょりさん、だからその配信が好きだからさ、やっぱもんじょりすごいじゃん。だから尊敬してんじゃない？だから配信すごいからこそ。じゃあ売名なんじゃないの？いや、売名じゃないでしょ。なんなの、この人って家ないの？家あるんだけど。家賃が払えないってこと？なんか家がなくなっちゃうんだけど、確か。それあれで、カズ軍曹のさ、無血同士っているじゃん。あ、それは知ってる。その人の人なんだよ。バックレた人でしょ、軍曹を殺して。そう、バックレまくって、ちょっと社会でさ、生きていけなくて、まあ、いろいろ病気あるんじゃないかな。でもやっぱもう配信しか、なんかもう道がないって思ってんじゃない？やっぱ稼げんのが？うん、そう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 。でもうちに来て稼ぎたいっていうと？まあ、稼ぐ方法を教えてほしいとか、多分そのためにも、もんじょりさんにね、体もね、全部注ぎますっていう風に。そういうことやったらまたなんか、ジョリーさんとか言われるじゃん。もう、でもいいんじゃないの？でも。だってその分さ、やっぱ、こよくんともエッチできてた。じゃあ、こよくんは、普通に自由恋愛。無理やりとかじゃなくて、あっちからだよ。あ、そうなの？でも、こよくん言ってたよ。なんか、もんじょりのことセフレって。そうだよ。うん、セフレって言ってた。いや、無理だけど、そういうのが興味あって、手出されたのね。私、無理やりとかじゃないよ。あ、でも、その人も無理やりじゃないよ。なんか、どっちもいけるんだって。誰が？なんかその人は、なんか女も男もどっちもいけるみたいな。へぇー。でも、もんじょりさんのことがなんか綺麗って言ってて。もんじょりさん綺麗って言ってた。精神が悪いんじゃなくて目が悪いんじゃないの？いや、でももんじょり綺麗だよ。でも俺から見ても。また中村くん。そんな汚い顔で見たって綺麗に見えないし。おい！なんで俺が褒めてんのにけなしてくんだよ。そんなこと思ったことないからよ。ないのに言ってくるからよ、私。いや、違うよ。やっぱりなんかもんじょりと喋るとなんか長くなるんだよな、なんか余計に。まあね。合うよ、俺ら、やっぱり。話してみると俺らって合うよね。いや、話は面白いんだけど、タイプじゃないの、あなたのことは。でも痩せたらどうなの？俺がもし。いや、それはお互いだけどさ。うん。俺痩せたらいいんじゃない？ガリガリに。いや、でも友達がいいな、私は。でも友達の扱いしてくれないじゃん。してんじゃん、電話で話してんじゃん。電話で話すくらいだって友達じゃなくてもするじゃん。ぶっちゃけ小町くんよりは中村くんの方が話してるよ、こうやって放送でも放送外でもさ。確かに、放送外でもね。嫌だったら電話で話せないでしょっていうの。まあそうね。うん。早く俺もんじょりと横浜中華街行きたいな。それはまた今度ね、ちょっと私も忙しいかな。嘘つけないよ。毎日夜中になるとさ、男は漁ってるくせに何が忙しいんだよ。漁ってないよ。最近漁ってないの？漁ってない。あ、そうなの？うん。前までさ、配信外をずっと出会い系サイトで男は漁ってたじゃん、100人切りとか。最近会ってないよ、全然もう1回。あ、会ってないんだ。うん。なんでしなくなったの？なんでって波があんだよね、そういうの。あ、そうなんだ。別に今はそんなに彼氏欲しくない。あ、俺多分配信外で話す内容だからまた配信外で電話するね。そうして、鳩飛ぶんでまた。そうか。わかったよ。じゃあね。はーい。なんなのこれ。だからこういうのが来てんのよ。だからね、さっき中村くんが言ってたけど、その無血おじさんって人、お疲れ様です。またいきなり電話してごめんなさい。ご相談というか助けてくれませんか。僕みたいなクズなんですが、それ以上にクズになってしまい、人生に積んでしまいました。何でもするので、僕を何かで使ってもらえないでしょうか。奈々さんお願いします。お手伝いとかでも雑用とかでもいいので。でもさ、大体こう言ってくる人って使えねえんだよね、マジでね。だってさ、自分でできる人だったらさ、こういうことを人に頼まないじゃん。大体クズ、使いにもならない。カス。人にね、こうやって何かしてくださいって言ってくる人も。自分でできないから人に頼むんでしょ。大体そうだよね。で、何配信でやってきたいって配信しかないって言ってんの。じゃあうちに来て何ができんのよって話じゃん。またね、どうせなんか話もできないんで、ねえ、ゴミとか片付け始めて、みたいなさ。ね、ゴミ片付けもね、1時間でできるとこをさ、24時間かけて掃除したいとかそういうのでしょ、どうせ。なんか使えるとしたら、まあ、車の免許持ってんだったら運転ぐらいだよね。運転手って誰でもできるじゃん。免許あれば。それぐらいしかなくない？で、家臣くんの兄弟でしょ？それ何？私のことが綺麗とかタイプとか付き合うって言ってんの？じゃあ本気で付き合ってみろよ。何でもやるんだろ？そういう話になってくるよね。じゃあ本気見せろよと。ビジネスでも何でもいいからね。私を抱いてみろよっつうんだよ。本当だよね。そんぐらいの覚悟があんだったら来てもいいよって話になるよね。だってもうそれしかできないんでしょ？究極を。それできんのかねって話よ。それできなかったら無理よ。そう、抱けんのか抱けないのかね。でもね、カズ軍曹のお店で働いてたの、この人。無血おじさんってね、もともと。ただ、軍曹のお店をバックレたかなんかだったっけな。ちょっとカズ軍曹に聞いてみようかな。なんか揉めたんじゃなかったっけな。軍曹久しぶりだね。起きてるかな？寝てっかな？何回も裏切ったの？でもさ、人の評価を聞くのが一番じゃない？軍曹がやめとけって言うんだったらやめた方がいいよね。だって実際その働いてるとこを一緒に働いてて見てんだからさ。そんであいつやべえからってさ、ね、やめとけって言うんだったらやめといた方がいいんじゃないの？家臣くんの方が弟だったっけ？どっちがお兄ちゃんなんだっけ？家臣くんがお兄さん？この無血くんが弟なの？はー。でもそう考えるとあれだよね。家臣くん若いね。家臣くんの方が弟って見えるよね。年齢とかも全くわかんない。顔は見たことあるけどね。顔はなんか、まあ今風みたいな感じ？なんかちょっと野郎系、エグザイル系みたいなさ。これがいつの写真なのかわかんないけど、まあ、普通じゃない？普通のエグザイル系みたいな。でも家臣くんに似てないわな、これ。おはようございます。イケメン。でも私のタイプじゃないんだよな、こういうのなんか男っぽくて。ただめちゃくちゃ不潔なんだって。お風呂も入んないし、なんか臭くて、みたいな。結構だらしないよね。だらしない性格なんで、仕事も続かない、バックレる、お金もない。多分ギャンブルとかやんじゃないの？それでお風呂も入んないみたいなさ。だからそういうタイプのクズなんじゃないかな。だから私が、じゃあ手伝ってもらうとこってなんだろうね。でもあっちは何でもするとね、私と付き合いたいって言うんだったら付き合ってもいいし、別に。ビジネスでやるんだったらね。それか、もう、専属の運転手として月いくらって渡すかだよね。住み込み。あと料理とかも作ってもらうとかさ。料理が作れんだったら毎日ね、シェフみたいに料理作ってもらって、健康食品みたいなの出してもらってね、ダイエットもできるじゃん。それから今掃除やってるから掃除を一緒にやってもらうとかね。ガツン。車あれば、まあ、使い道はあるんじゃないかな。いや、バックレたらバックレたでいいじゃん。別に私には害はないじゃん。別にね。周りに迷惑かかんなきゃいいんじゃないの？あ、そう、これ山ちゃんのお土産。かわいいっしょ。最後にもらったの、この温泉のさ、お土産屋さんで売ってて、ね、買ってくれたのよ。それ私知らないで最後にポンって渡してくれたの。ね、ゴリラの T シャツ。草津のなんか、ゴリラックスっていうシリーズみたいよ。ただゴリラじゃないやつが欲しかった。買ったんだよね。そのゴリラグッズはもう飽き飽きしてた。でも山ちゃんだからいいかな、みたいな。嫌なんで私ゴリラのプレゼントとか送られてくるんで。嫌だっつってみんな送ってくるのね。いじめね。うん。あ、かかしいちごちゃんお茶ば、Thank you. そう。なんかもう最後に、ね、いろいろお世話になったからって、いろいろほら、ガソリン代とかさ、そういうのも全部、食事代とかも出してくれたの。だから結局誕生日プレゼントなのに、私お金出してもらっちゃおかしいなと思ってさ、全部最後に渡したんだよね。お金を。うん。ちょっと少ないけどってお財布の中に入ってるやつを全部渡したのよ。15,000円。それしか入ってなかったの。あとは小銭っていうか1,000円札が2枚しか入ってなかった。うん。安いのかな？私わかんないんだよね。車乗らないかな。3、4時間のとこっていくらなの？往復で。10,000円ぐらいもっとかかるの？その高速代とかわかんないんだよね。だって明細が出てるわけじゃないからさ。うん。ガソリン代と、その高速代っていくらかかるの？3万円はかかるの？そんなに？ 3,4 時間で？まあじゃあちょっと負担って感じかね。ちょっと負担したよって感じじゃない？うん。でもヤマちゃんはさ、いいよいいよって言う人なのよ。あげすぎるとね。いいっすよってね。ならちゃんいいっすよってさ。でも無理やり最後は、また車の中でさ、私忘れ物しちゃって。5時間ぐらいかけて帰ってきてさ、降りた後に私気づいたんだけど、車の中に、あ、忘れ物しちゃったっつってまた引き返してもらってさ、届けてもらったんだ。で、その時にごめんねっつって、あ、これもっつってお金を渡したんだけどね。そう。優しいよね、山ちゃんね。でも山ちゃんは、やっぱ無理なんだって、私と付き合うの。はっきりと言われました、また。また振られちゃったね。エッチはいいんだけど、付き合うのは無理って言われて。そう、だからそのパターンね、みたいです。毎回みんなそう言うんだよね。小陽くんもさ、吉陽くんもね。みんなエッチはいいんだけど、付き合うのは無理なんだって。うん。な、男って面白いよね。付き合うのダメでエッチはいいのタイプが多いっていうかね。うん、男ってそういうもんなのかなってさ。よいしょ。今週ぐらいがちょっとバタバタするかな、私。もう年末にかけて。今週ぐらいからバタバタ。明日は都内に行かなきゃいけないし。うん。ね、イベントもあるしね。ツイキャスのイベント金曜日でしょ。金箔もあるし、再来週？北海道は来週かな？来週の24、25、26って。でそれもさ、機長くんとちょっと話したんだけど、まあ大体場所ももう決まりそうな感じ？ガチッと固まってきたんだ、大体ね、その話も。もう来週だからね。そうなんですよ。でリア凸はもう26日で決定かな。ちょっと今週中に、告知を出すかな。うん。で、リア凸で配るステッカー、新作のステッカーも多分今日届くんだよね。昨日なんかメールが入ってて、今日の午前中だったかな。それをね、届き次第見せたいんすけど、あ、今日の午前中だね。来るね、これね。午前中。ステッカーはまあ間に合った感じかな。うん。今回は新作を持ってくんでね、北海道の人。だから北海道に来た人が一番目に手に入れられるって感じ。古いのをもう切り替えてね、新しいのを持ってくんね。あとは、新しいのがゲットできるタイミングはハロウィンかなと、こっちの関東の人はね。ハロウィンでお菓子配りするときにステッカーも一緒に渡すかな。まあ、欲しい人はそういうのを参加してくださいってことで。うん。ハロウィンはね、毎回渋谷でやってるから渋谷でやろうかなみたいな。まあ大体渋谷か新宿みたいなさ。まあどっちも変わんないよね。ねえ、新宿も渋谷も変わんないしよ。どっちかがいいって言うとないじゃん。だってさ、結局会議室みたいなとこ借りるし。うん。そうだよね。で、今年のね、衣装届いたかな？この中にあるかな？今年のハロウィンはね、あれにすの、荒地の魔女。だから帽子がさ、こういうのがなくて、自分で作んなきゃいけないんだよね。帽子。こういう帽子被ってんじゃん、荒地の魔女ってさ。こんなでっかいやつ。その、モコモコなんだけど、モコモコのやつがなかったんだよね。だからもう自分で作るしかないと思って。あとコートだよね、コート。コートはなんかイメージ通りのがあったね、こうモコモコのさ。ああいうのあるじゃん。シェイクパーとかにね。これって一枚型じゃないの？間違えたかも。何これ。いや、私こういう一枚のやつかと思ったのに。でも帽子につけるんだったら切っちゃってもいいよね。ここ切って一枚もんにしてこう繋ぎ合わせれば、これ、そうだよね。ここをバチャンバチャンって切ってね、こうバーンってやって、このまま繋げればいいか、2枚あるかな。2枚あるから多分足りるよね。結局4枚になるってことじゃん。ここを切って、ここを切ってね。こういうのが2枚できるでしょ。それが4枚できるから、こう負けるよね。帽子に。そうそう、メーテルみたいな感じ。メーテルのちょっと広い感じよ。で、コートがさ、なんかギリギリなんだよね。海外の商品とか中国の商品が多いんだけど、なんていうの、プライムなんだけど、プライムじゃないみたいな。コートが届くのが、でさ、もろぴったりのを見つけたわけよね。これよ。めちゃくちゃぴったりなの、このイメージに。ほら、めっちゃぴったりじゃない？だって、イメージ。あらちの魔女にぴったりみたいな。ただ、これが日付がね、10月の23か11月の2日までにお届けになってんだよ。ただ、3日4日注文してから4日でお届けになってたのよね。わかる？言ってる意味。注文画面では4日で配送みたいな在庫があるから。ただ幅がこんだけあるんだよね。だ結構賭けだよね、これね。微妙なとこだよ。でもまだ発送されてないってことは危ないかね、これ。注文してからだってもう3日経ってるし。先週頼んだやつでね。計画性がなさすぎじゃなくて、イメージに合うのがこれしかない。いろいろ私は調べてんのよ。いろいろ見た中、あらちの魔女にぴったりのものを探すのも難しいわけないんだよ。アマゾンでね。じゃあ私はクオリティを下げたくないわけよ。もうぴったりのものを選びたいみたいな。妥協したくないのよ。だからいつもギリギリになんのよ。だいたい1個ぐらいしかないからね。私のイメージだから。発送が4日後？何なんだろうこれ。通常2日から3日に発送しますって書いてあるね。下に。これどういうこと？通常2日から3日って書いてあるの？どうなんだろうね。でも2日経ってるような気がすんだよな。だって今頼んだやつがここに来てんじゃん、同時期に。2日は経ってるよね。間に合わなかったらどうしよう。でもう一個帽子を頼んであるんだけど、帽子は21日まで来るんだよ。だから帽子は多分大丈夫だと思うんだけどね。だから帽子は結構ギリギリで作る感じ？衣装的に。そう、11月3日に来たらもうアウトだよね。だってもうハロウィン終わってんじゃん。30日までに届かなきゃダメだよね。このさ、表記もまためんどくさいんだよね、これね。これは絶対間に合うでしょ、この帽子。だからこのコートだけじゃない。あとは間に合うんだよ。もう届けられてるしね、ここら辺は。この2つがまだ来てないって感じ？アクセサリーはなんとかなるんじゃないの？こういうなんかイヤリングみたいなでしょ？あらちの魔女って。ああいうのは別にその日頼んでも来るんじゃない？なんかありそうじゃない？うん。だって髪の毛で隠れるわけじゃん、結局。なんでもいいじゃん、あそこら辺はアクセサリーとか。ちょっとついてればそれっぽく見えるでしょ。ただ衣装っていうのはもうイメージにぴったりじゃないと、クオリティが下がっちゃうじゃん、衣装は。そっくりなやつじゃないとさ。まあ、メイクはなんとなくなるでしょ。あとは衣装だけみたいな。うん。レベルアップしてるんですけど少なすぎだよね。30万円ピア欲しいな。もらってんだろ？オッケー。レベルアップボーナスっていうのをもらってるはずなんだよ。お知らせを見てみんな。自分のツイキャスの画面でお知らせっていうとこあるんだけど、そこの中に藤沢奈々さんからレベルなんとかのボーナスを選ぶとこあるんだよね。宝箱に。それを必ずもらって私に投げて。ない？その場所すらもわかんない人いるの？このツイキャスの、ここよ、ここ。このラッパのマークみたいなとこあるじゃん。ここに来るのよ、ボーナスが。ここあるでしょ？ここを押すと、ブワーって出るじゃん。私は最近もらったかな？私のボーナス、ほら、こういう風に出るんだよ、こういう風にね。これは私の画面だけど、ここになんかレベルアップ、サポートしてたらここに必ず通知が来る。あ、こういうの、ほら。こういうの。ここに私の名前が出てくるんだよ、多分ね。それでこれを押すと、あ、まあこれは私が受け取ってんだな、もうな。押すとなんか宝箱を選んで、ポイントがも、ボーナスポイントがもらえるよ、みたいな。それもらって何の意味がある？いや、もらわなきゃもったいないでしょ、逆に。消えちゃうんだよ。もらえるもんもらっといた方がいいんじゃないのっていうの。消えるよりね、どう？サポートしてないのだったらまあしゃあないね。サポートしててもなかったな。じゃあサポートしててもらってんだな。おつなぼです。いや、通知だけでももらえるんじゃないの多分。あれどうだったっけボーナスポイントって。サポートしてないともらえないんだっけうん。で、まあ、星はつけといた方がいいよね。何もついてないより。なぜかっていうと、私たちはほら、そういうので判断するじゃん。あ、この人いつもいるなとかさ。星の数とかバッジとかね。何もついてない人だと、ほら、コメントを流したりとかね。うん。例えばコメントめっちゃ読んでほしいなっていう人はさ、星とかついてた方がタワクとかでもいいんじゃないかな。なんか初見みたいな感じやん。あ、だから禁煙は、だからもう終わったってすごいな。禁煙は終了しました。で、朝ね、またマーユンちゃんから LINE が来たんだよ。この間なんか土曜日？金曜日だったっけな？なんかおかしかったんだよね。なんか様子がおかしくて、なんかコメント欄に現れてね、LINE も来てて、みたいな。それでね、結局なんかまた来たんだよ、こういう風に。これどういう意味なのかなって。ずーっと隠してたことがありました。今回のこともなぜ死んだことになってしまったのかも。それが原因だと思います。ごめんね、みたいな。じゃあこの前に、なんて来たかっていうとね、もう、ななちゃんとはさよならします、みたいな。それで私がね、意味がわかんなかったの。なんで急に突然そういうこと言うのかなと思ってさ、電話をしたらその続きね、続きがこういう風に来たわけよ。うん。でもさ、死んだことになってしまったのかも、それが原因だと思います。ごめんねって。その死んだ原因ってあれでしょ？結局、リスナーさんの叩きとか多くて DM とかで死ねとか送られて、旦那さんに相談したらね、もうそういうものから離れろみたいな。それ旦那さんから、死んだ風に設定みたいのをして、まあ消えるみたいな感じだったじゃん。それで、半年とかいなくなったんだよね。死んだ設定になって。それが原因じゃないの？みたいな。このラインだとそれが原因じゃないってことかな。他になんか理由があるみたいな。ってことはまた嘘をついてたってことかな、私たちに。そうなってこない？他に原因があるとしたら。ねえ、それなんだろうって言ったらもう寝てるかなって、お別れするのに理由なんて関係なかったね。変なライン送ってごめんなさいって来たんだよ。みたいな。どういうことみたいなさ。また酔っ払って LINE してるだけなのかな？気になるよね。そう、だから、まゆちゃんに毎回のそうやって気になることを言ってくるわけよ。だから私はカマチョって言うんだよね。カマチョすぎなんじゃないってさ。で、前も話してリスナーさんがじゃあいなくなんだったら何も言わずにいなくなってほしいわけじゃけん。なんか理由がある、原因がある。まあ、原因がある理由があるんだったらいいんだけど、私が何って聞いてるのをすぐ教えてくれないじゃん。その時間ってめっちゃ無駄な時間じゃない？私も悩むし、考えるじゃん、その人のことをさ。それでなかなか教えないし、みたいなさ。それがフラストレーションになるわけよ。その人に対してね。わかるかな？言ってる意味。仲良くても、信用しててもね、どんどん溝ができてくわけよ、そういうことで。うん。でしょ？そういうので、距離を取ってたわけよ。リスナーさんとはそう深く関わんないで、心を鬼にしてね、あんまりね、みんなとは深く関わんないような。フラットにみんな同じように接した方がいいのかなっていうやり方を取った。そしたら、リスナーさん側からはね、私たち仲良くしてたのにって連絡もそっけなくなってって、私たちのこと嫌いになったんじゃないのっていうのもたくさん来たんで、いろんな人からね。で、まゆんちゃんだけじゃなく、でもそういう風にしましたってね、そういうことがあってそういう風にしましたって言ってんのに、また変わんないわけよね、関係性がさ、理解してくんないっていうかさ、難しいよね。うん。ただ私も中途半端にさ、LINE をしたりとかね、話したり会ったりとかさ、そういうのもしちゃったからね、急になんでそうなったのっていうのもわかんだけど、そうだよね。で、まゆちゃんのことは嫌いではないんだけど、そういうことを積み重ねてね、なんつうのかな、会いづらくなって、お話ししづらくなったって感じ？そうなの。ちょっと怖くなったっていうかさ、一回死んでね、復活したじゃん、キリストのようにさ。そう、キリストは3日でね、復活したんだけど、まゆちゃんは半年ぐらいがあったんだよ。で、復活したら下で、じゃあ話し合おうってなった時に、なんか逆ギレみたいになったんだよな。で、その合間で、これこれさんの事件とかもあってね、なんか怖くなっちゃったの、私ね、そのひっくり返りがさ。じゃあいつかは私を攻撃し始めたりとかね、そういう風になんのかな、みたいな。コロッと変わるのかなっていう感じの態度を取られたわけよ。で、そこはお互いにね、謝り合ってごめんなさいで仲直りね、みたいな感じになったんだけど、でも結構ね、表変したんでね、今まであげたもの全部返せぐらいな感じ。私のこと結局金だと思ってたんじゃないのみたいなさ。ね、結局私は奈々ちゃんに利用されたんじゃないのみたいなさ、そういう感じだったの。全然私はそんな気じゃなかったんだけどね。ただやっぱり高額なプレゼントとか、アイテムとかいっぱい投げてくれるし、なんていうのかな、そういう人に対してはやんなきゃいけないじゃん。よくしてもらってんのかな。差別じゃなくて区別みたいな。他のリスナーさんとはね、やっぱ違うっていうのを、なんていうのかな、見せないと、私たちはなんでこうなのって言われるじゃん、絶対にね。やってあげてんのに、みたいなさ。そういうのはホストみたいな感じだよね。そうそう。枕しよう。でもそういう感じじゃないんだよね、多分ね。お友達でいたいんだよ、多分。まゆちゃん。配信者富士山でなんじゃなくて、そういうの関係なしにずっと変わらない関係性でいたいんじゃないかな。でも実際ね、お友達だとは思ってんだけど、まあ、ここの画面ではそれを見せるとまたほら、攻撃とかしちゃうっしょ、みんな。そこも難しいよね。ここで焼きもち焼いて死ねとかね、攻撃を仕掛けるわけ、まゆちゃんみたいに。それで結局裁判沙汰になって捕まったじゃん。5人かなんか。訴えてね。ここのリスナーさんも。それも悲しいことよね。そんな嫉妬とかでね、攻撃して捕まったりするリスナーさんも出てくるし、傷つく人も出てくるし、みたいな。本当に捕まった、それも。だからリスナーさん同士も気をつけてねって話はしてたじゃん。そう、お金持ってる人とかね、攻撃したら、実際やられちゃうんだからお金があんだからさ。簡単な話よ。ね、弁護士に相談してもすぐできんだからお金持ってる人も。ね、やる人を見極めろじゃないけどさ。まあそういうことをしないのが一番だけどね。嫉妬とかやきもちで攻撃したいとかさ、自分の人生が狂うんだからそういうのでね、慰謝料取られたいとか。ね、そうよ。で、実際ね、そうやってね、開示してみたら、お金がない人たちばっかなんだって、そういうことするって。嫌がらせとかする人ね。お金持ちなんていないんだって、ぶっちゃけ。お金に余裕がない人が多いんだって、時間に。時間はたくさんだけど、お金がないみたいな。そうなのよ。それで結局自分苦しめてもしゃあないよね。さらに。だからここはね、そういうのが多いんすよ。本当に。私じゃなく、私の周りを責めたりとかすんだよね。やきもちで。私に嫌がらせをすればいいのに、私が仲いい人をね、責めたりとか、そう死ねとかやったりとかさ。私が悪いの、それって。そうなの？でもさ、どうしてもさ、そうやってさ、的になる人って目立ちたがりがやっぱ多いじゃん。目立つからやられんの。だから私は対処法を教えてんで目立たなくていいよって。さっきのアキナちゃんね、ブロック入れたアキナちゃんもそうだけど、結局目立つ人を叩かれたりとか注目を浴びるわけよ。ここで見てる人が多いから。そう、だから目立たなくていいよってリスナーさんもさ、私を純粋に見に来ればいいのに、ここでね、なんかおふざけしたりとかさ、そういうのって的にされやすいんだよ。別にそんななんか有名リスナーさんとかいらないんだよね、ここはさ。別に凸待ちとか、そういうリスナーを絡めての企画とかはもうあんまりしないじゃん、画面に出したりとかね。そういうのだったら、なんかヤミーみたいな枠だったら有名リスナーさんってね、必要になってくるけど、ここではいらないのかな、みたいな。あんた自覚してないのやばい何が？いや、でもね、太客って言ってもここにはね、別に金をべらぼうに投げる人なんていねえんだよ、本当に。そう、なんか飛び抜けて爆投げする人とかいないの、ぶっちゃけね。みんなまんべんなく投げてくれるし、結構あれよ。ほんのちょっと差はあるけど、みんなまんべんなくなく投げてくれる人の。メンバーシップの数を見ればわかるじゃん。ね、8000、今500人ぐらいいるけど、まんべんなくみんなやってくれんのよ。うん。だったら目立ちたいんだってもっと爆投げしろって感じだよね。そうじゃない。1000万とか投げてみなさいよって感じよ。中途半端に目立つんだったらね。そしたら誰も文句言わないよって感じじゃない?誰も文句言わないしってさ、そういうこともしないしよ。中途半端に目立つかな攻撃されるわけであって。なぜ個人間のやりとりを晒すの?あ、まゆんちゃんの?でもさ、まゆんちゃんもね、私に晒されるって分かって送ってきてんだよ、これも。もう明らかに。その送ってくる時間とかさ、そうじゃん。だってみんなだって分かるよね、私に LINE か変な LINE かなんか送ったらどうなるかってこと。私は晒しますよって最初から言ってんだよ。何でもかんでもネタにする人なんだよね、配信で。そうだよ。重要なことでもこうでも言うんだからさ。友達でしょ?だから友達はいらないの、今。リスナーさんの。友達いらないっす。そんな。友達目的で送ってこないんだよ。だってさ、これね、じゃあ友達欲しいです、募集しますって言ったら何人の友達ができんのよ。今日だけね。私も、なあちゃん私もって、私も友達になって、友達だよねって、だから電話するよとか言ってさ、なんで電話出てくんないの私のこと嫌いみたいなさ、もうめんどくさいんだよ。ねえ、100人一瞬でできるわ、友達100人。歌であったじゃん、友達100人できるかなみたいなさ。ねえ、いらないよね。その友達になった人、じゃあ稲葉の物置で100人並べてみたら、一瞬で潰れるから、ね、体重オーバーだ。あいらねえんだよ、そんなオーバーしてるものは。だろう。それ企画でやって。でもほとんどの人がそういうね、ラインを超えてこないから、まあいいんだよ。そうでしょ、みんな理解してんじゃん。私という人を理解してるし、お互いにそういう距離感を大事にしてくれてんのよ。そう。で、一部の人がそうやって飛び越えてきちゃうから、私の悩みになって疲れになってくるわけよね。本当に私は、なんか友達は欲しくないの。応援してくれる人が欲しいんだよ。リスナーさんも求めてることも。いつでも、ね、応援してくれる、長く応援してくれる人が欲しい。じゃあ、金銭面じゃなくてね、そこら辺を、なんつうの言ってるわけじゃなくてね、気持ち的にもよ。だからこの文章どうなのかなって。私はただね、気を引こうとしてなんかこういうニュアンスで送ってきてんのかなって思うんだよ。まゆちゃんの性格上ね。実は何も理由が、原因がね、新たにあるんじゃなくて、私ともっと仲良くしたいとかね、関係性を持ちたいがために言ってんじゃないかなってさ。だって何か理由があんだったのね、もう離れんだったらピュッと言っちゃうじゃん。私だったらそうする。で、あんたのことね、言ってないことあったけど、こうでこうでこうでね、こうだから、じゃあね、バイバイ、みたいなさ。こんな長伸ばししないっしょ。で、女の子ってめんどくせえよね、こういうの。こういう子多い。マジ。で、これがね、私がね、女がだけになったらうるせえになったけどね、口塞いでさ、そういう営業の仕方もいいよ。それだったら楽だよね。体でね、こうさ、営業できるっつうのさ。で、今日は鈴木さんね、鈴木さん。明日はみちこちゃんとかね。火曜みちこちゃん。で、水曜日は、さとみちゃんとかね。で、木曜日はまゆちゃんとかさ。金曜日は、さなえちゃんとかさ。そういう風に決めて営業していけばいいじゃん。いや、男と女の方が楽だよね。こういう関係。多分ね、離れるのも多分早いだろうし、付き合うのも早いし、離れるのも早いじゃん、そっちの方が。同性だからめんどくさいんだよ、これな。こういうリスナーさんとのさ、関係性。で、同性だからこそさ、こうなんか共感できるみたいな、ない?共感できるけど、みたいなさ、ぐじぐじしてる、みたいな。だって全く別の生き物って考えると割り切れるじゃん。だってさ、結局男はこうだよね、とか文句言えるけど、ねえ、そうっすよ。いや、でも私は、もうパッと見ただけでわかるよ。やっぱ同性だからわかる。あーってね。女の気持ち的に考えると、あーってね、最近構ってあげられないから彼女なのかなっていう。もう見ただけでわかるよ。なんかそういうね、死んだ原因が他にあるんじゃなくて、ね、私と LINE をしたいからこういう風に送ってきてんだな、みたいなさ。いや、ブロックとかしたら、またとんでもないことになると思うよ。そのうち法的処置みたいなのが来ると思うよ、私に。だって今まであったじゃん。あったよね。実際内容証明がリスナーさんから届いたんで、私。とある方からね、ちょっと名前は出さないって約束だから、出さないけど、とあるリスナーさんが私、法的処置を取られたのよ。うん。その人はなんで内容証明を送ってきたかっていうとね、なんだっけな。いきなり現れたんだよね、うちの枠にね、バンってね。本当にいきなり。それでいきなりアイテムとか爆投げし始めたりとかさ。そしたら、なんか私と連絡は取りたいみたいな DM かなんかでやり取りしたの。そしたらね、 DM やり取りしてたら、なんかプレゼント送りたいかなみたいな。で、ちょうどね、私ね、なんか自転車とかが欲しかったんで、自転車がなくて、自転車が欲しいのとかさ、あっちから言われてね、電動自転車送ってあげるよ。いきなり電動自転車送ってきたんで、どんな色がいいとかさ、どんなグレードがいいみたいな。いや、くれるって言うんだからもらうし、私は。ね、欲しいもんだ。それね、そっから、自転車、ダイヤの指輪、電子レンジ、そこにある電子レンジね。これ、黒いやつ。自転車も今使ってるやつよ。使ってんじゃん、私。あのね、ダイヤの指輪を売っちゃったんだよね、私ね。いらないっつってね。ネタでね、うん、もらった指輪を査定してもらうっつってさ、査定したら5万円ぐらいになったんだっけ？確か。5万か4万かなんとかになってね。そう。いや、ダイヤの指輪ね、ピンキリだよ。ピンキリ。それはなぜ安いかっていうと、1個ででかいダイヤじゃなかったかで、周りにこういうクズみたいな、クズダイヤって言うんだけど、ちっちゃいやつね。ちっちゃいやつがいくつかまとまってて、大きく見せてるやつよ。ああいうのは安いの、クズみたいのね。そう、ダイヤっていうとちっちゃいのには価値があんまりないわけよ。大きいやつに価値があるの。1個ドンってやつとかさ。うん。こういう飾りで何個もついてるやつとか、まあ、クズダイヤって言うんだよね。うん。それなんで高かっていうと、高いとこはね、フレームなんだよ。そう。ここのフレームでプラチナかなんか使ってたかな。で、実際ダイヤには値段がつかなくて、周りの貴金属に、値段が高いっていう場合があんのよ。そこに金を使ってたりとかさ。まあ、今、ダイヤより金の方が高いんだよ、ぶっちゃけね。値段上がってるかな。そうそうそう。うん。このフレームのとこは溶かしてまた使えるんだよ。ただダイヤは溶かせないじゃん。そのまんまの価値でしょ？この石の。ダイヤとプラチナは溶かして、また棒にして、また再利用できるわけ。うん。溶かせば元に戻るからさ。うん。それで、なんかいきなり、ヨギママとかにも、あれなんだよね。ヨギママの枠にも、うわーってちょっかい出し始めて、その人。あちこちに現れて、私以外にも。ヒデママんとことかさ。それでなんか、ヨギママともめっちゃ揉めたわけよ。なんかその電話とかがしつこいとかなんちゃらかんちゃらで。それで私に、そのリスナーさんさ、ヨギママが私の悪口を言ってたみたい。あの人とはもう付き合わない方がいいよみたいな。ヨギママは、奈々ちゃんの子嫌いだからみたいな。ポンプが入ったね。ただね、どちらかというとそんな突然現れた人は信用できないじゃん。ヨギママの方が仲いいし、長年お付き合いもあるんでね。じゃあどっちのことを取るかって言ったらヨギママじゃん。だから私も言ったの、ヨギママってそんなこと言いませんよねみたいな。なんかいっぱいさ、スクショとかも送られてきて LINE とかのね。そういうのも嫌だったね。もう巻き込まれんのが。そしたら、今度は私となんか話したいになったんで。リアルで電話番号教えてくださいとかお話ししたいみたいな。でも私はなんかやばいなと思ったんだよ。そうなったらね。やばいな、こいつはモンスターになるなと思って。そういうタイプは。だから私も堅くなに番号も教えなかったし、電話もしなかったね。もうしつこくなんなって。そしたら、切れちゃったわけよ。結局、今までね、こういうプレゼントあげたのに、なんか、どういうことなのみたいな。貢いだのにみたいなさ。うん。それである日、内容証明が届いたんだよ。内容証明の内容が、もう私のことは一切ね、名前を出したりと個人情報を出さない。もう、なんつうの、関わらないように。それを、もし関わった場合は、法的な処置を取りますっていう内容証明だった。うん。びっくりだよね。実際訴えられたんじゃなくて、なんか、ちょっとなんか注意喚起みたいな、警告みたいなのが来たんだよ。うん。名前出さなきゃいいんだ、私からの。まあ、みんなは出してると思うけど、私からは出さなきゃいいんだ。そういう約束だからね。うん。自転車の人とかさ、ベンチの人とかさ。そうなの。シワシワの人はあれでしょ、ステッカーを書いて、返してきたリスナーでしょ。なんか東京、横浜かなんかで私ね、リア突したおばちゃんがいたのよ。いたの。その時に、顔がさ、シワシワだったのよ。会った時にね、なんか顔シワシワですねって言ったんだよ。違うわ。あっちから最初に話しかけてきて、私ね、ダイエットを頑張って、30キロかなんか痩せたって言ってたかな。30キロか20キロ痩せたんだよね。ななちゃん、みたいな。だからななちゃんもダイエットした方がいいよ、みたいに言われて、私は顔を見てね、シワシワだったの。で、でも顔シワシワだよね、とか言ったらさ、ブチギレちゃってな。私はそういう意味で言ったわけじゃないよ。ダイエット、急激なダイエットしたら、シワがね、よくさ、パンパンだったのがさ、痩せるとシワが出てくるって言うじゃん。それを言いたかったわけ。で、言い方が私が悪かったわけ。うん。彼女は努力したのに、ね、むそって顔してたわけよ、すごい。で、その時は別に何もなかったんだけど、その後日、封筒が届いたんだよな。で、封筒を開けてみたら、ステッカーね、その時ね、無料であげたさ、ステッカーが入ってて、手紙も入ってた。その手紙の内容に、もう、なんかリスナーやめます、みたいな、その、返却しますって、こんなのいりません、みたいな、その、色紙だったっけ？うん。俺はあなたが悪い。でもそれは謝ってるね、普通にね。謝った。そういうね、言うつもりはなかったんだけどってさ、顔見てね、印象で言っちゃったみたいな。悪気はなかったね。空気読めないんだよ。怖くない？そういう一言でね。シワシワだねって言ったら、やだなっちゃんってもう失礼ねっていうおばちゃんもいるんだよ。こういうノリがあんのうちの、リア凸とかってさ、クソババアね、ね。汚い格好で来んじゃないわよとかさ、あるのよ、そういうね。私もそういうのを見極めながら言ってるつもりはあんだよ。この人は言っても、あ、ノリ通用するかなと思って言ったりさ、あ、この人はちょっと真面目そうとか言わない方がいいのかな。その時はポロッと言っちゃったんだよ。印象でね。その時大変でね、その後に倒れちゃったリスナーさんがいた。多分同じ日だと思うんだよ。転換持ちかなんかのリスナーさんがさ、リア凸に来て、その後、多分同じ日だよね、あれね。横浜だかな。転換持ちの女の子、若い女の子が来てさ、もうすっごい興奮しちゃって、キャーななちゃーとか言って、で、そのまんま、なんか発作みたいな、転換の発作が出ちゃって、白目向いて倒れちゃったんだよ。パーンっつってさ、道路の真ん中で、やばいみたいになってさ、大丈夫みたいな。なんとか意識が戻ってね、喋れたし歩けたから、大丈夫っつってそのままね、なんか、電車に乗って帰るって言うんで、そのまま、みたいな、大丈夫なのみたいな。いや、大丈夫、いつもですから、本当って頭とか打ったのに、とか。怖いよね。そういうのがあるけど、まあ普通に生活はしてんだ。運転とかしないんだけど、普通に日常の生活はしてんだって倒れちゃうのかな。倒れちゃうけどね。ななちゃんにも会いたかったし、みたいなさ。しらけた顔じゃないから、焦った顔をしたの。焦んないんだって目の前で白目向いて、まあ後ろ側から倒れちゃったんだよ。後ろに倒れたからね。私もふわってさ、危ないと思ってね、と手を入れたんだけど、ちょっと頭ぶつけちゃったんだよね。頭を守るつもりでフィャって入れたんだけど、この首あたりで、支えきれなかったわけ。急だったからさ。ガツンってぶつけてたからね。下手にすんねん、マジでかわいそう。だって配信中に来たからしょうがなくない？配信中にリア凸来て、そのまま倒れちゃったの。しょうがないじゃん。もうみんなに見えてんだからさ。そうだよね。でもやっぱそういう病気を持ってる人はしれっとしてるよね。周りがなんつうの、ちょっと大げさすぎみたいな。危ないけど、そういう病気を持ってる人って結構強い。病気を持ちながら、真面目に、なんつう一生懸命生きてんだな、みたいな。大丈夫ってね、いつもだから、さ、電車乗って帰れる、倒れても大丈夫みたいな感じなんだよ。うわーってすごいなと思ってさ。禁煙に失敗した話？もう何回も話したよね、今日ね。なんでね、2日間禁煙してて我慢できなかったっていうとね、私は土曜日ね、わざわざ遠くまで行ってね、ブランコに乗りたかったの。この配信をしたかったんだけど、電話に邪魔されて、できなくなっちゃったの、そこのね、許可が取れなかった。で、イライラして吸っちゃったよっていう話よ。2日間我慢できたのに。さ、タバコを吸ってない方が逆にイライラしてなかったよね、私ね。禁煙してる方が健やかだ。ニコニコしてて。タバコを吸ってる方が逆にイライラすんじゃないかなって、この落ち着かない。これが原因なんじゃね、イライラすんの。そうすれば吸うほどなんかイライラしてくんじゃない、もう離脱じゃないけどさ。うん。やっぱね、だからその禁煙失敗してからプライベートあるじゃ全然吸わないんだよ。それを配信をつけてからの方がすんごいペースで吸ってるような。昨日なんて休みだったけど3本ぐらいしか吸ってないのよ。そう。でも今配信始めてもう一箱吸っちゃったでしょ、多分。うん。禁煙はでも諦めない。ちゃんと病院のお薬とかもやってみようかな。禁煙した方が得なことが多いんだよね。うん。逆に。だってご飯の味もさ、美味しくなっちゃった。ご飯も、こういうさ、釜があるんだけどね、朝ご飯。4杯おかわりしちゃったりとか。めちゃくちゃご飯美味しく感じたもんね。あの繊細な味とか分かるようになったね。ちょっともう味覚と嗅覚が戻ってきたもん。めちゃくちゃご飯美味しく感じた。うん。それね、禁煙中にね、調子こいて食べまくってたら、体重増えてましたね。あんだけハードな旅行だったのに。うん。95.5 キロになって今日朝測ったの。1キロ増えてた。やばくない？先週自分で作ったやつを食べたりとかしてたのに、増えてんだもんね。量減ってんのに。うん。だから、あと5キロ太ったら私はね、来月のバンジージャンプ飛べないのよ。結構ギリ。あと 4.5 キロ超えたらダメ。アウト。だから頑張んないとマジで、その飛んだ後に100キロ超えてもいいけど、飛ぶ前に100キロちょっとね、阻止したいよね。うん。飛べなくなっちゃうからマジで。うん。だって6人のね、6人12、12人と一緒に飛ぶんだから今回ね、主役が飛べなかったら最悪よね。企画しといて誘っといてさ、いざじゃあ私が飛べないみたいな大事件よね。そうじゃない？それでね、ごめんねって飛べなかったら体重100キロ超えちゃったごめんねって言ってもさ、誕生日のアイテムなんか飛ばないでしょ、絶対。だけんなってなってさ、ね、収益も下がっちゃって、みたいな。もうその瞬間に一番飛ぶんでね。一年で一番アイテム飛ぶ日は誕生日の日なんで、ダメよ、それも。メンバーね、まだ決まってない。バンジーのメンバーは。ただね、私ね、今日ね、さ、バンジーの予約を見たらさ、多分取れてないのかな、これ。ちょっとね、やばい状況なんで忘れてる、今。よかった、今話して。6名で取ったつもりが、仮予約みたいのを取っただけなのかな、みたいな。電話で確認した方がいいよね、絶対ね。これ何時からやってんだろう、こう。ちょっと聞いてみるよ。もうやってっかな。取れてればいいんだけど、取れてなかったら大変な話だよね。すいません、ちょっと予約について確認したいんですけど。はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。危ない。おいしょ。危ない。大丈夫だって。予約取れてた。6名様になるね。時間が違うんだけど、まあ、つなげて、6名でつなげて飛べるみたい。私含めて12名。だから11名か。私今回、バスを貸し切りにしようかなと思ってんだよね、1日。運転手とバスをツアーみたいな感じで。それで待ち合わせ場所みたいなの決めて、みんなでそっから行くかなって。でもさ、バラバラに行った方がいいかな、逆に。どう思うみんな。時間とかさ、遅れてくる人いるんじゃない今思ったけど。各自で、なんか行くみたいな感じの方がいいかな。あともう車ある人が近くの人を乗っけてくみたいな。12人でしょ。あ、タバコ吸えないね、確かに。前みたいに、地味先生と一緒に吸ってね、罰金8万円とかあり得るよね、マイクロバスだとね。バス貸し切ると10万円とか15万円で済むんだよね。貸し切り、運転手つけて1日、例えば5時間とかだったら10万円とかで借りれるみたい。うん。また明日